くいないですか？この上司ぶっちゃけ何言ってんかわかんねえな。ゼロインから始める動画集客レッツゴー、動画部長部長の遠藤です。今日はタイプ別心理学の教え方の特徴、そもそもタイプ別心理学って何ですかっていうと、人を4つのタイプに分けて価値観とか性格、特性、特徴って人それぞれ違うので、それらをお互いが理解することによって売上が上がったりチームビルディングがうまくいきますよっていうようなのを教えている番組になっています。その中で今日はタイプ別心理学教え方の特徴についてのお話になります。まあ、よくいないですか？この上司ぶっちゃけ何言ってんかわかんねえなって思ったこと。これは自分と相手がタイプが違くって言いたいことが伝わってない状態で、今日はどういう特徴があるのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。A、B、C、D の順番でお伝えします。タイプ A さんの教え方は特徴としては丸投げです。だいたいタイプ A ってこれやりたいって言った後に何の指示もなく、よろしくみたいな、言うやっちゃってみたいな感じで、具体的な指示がなく時系列、スケジュールがありません。やってほしいのはわかるんだけど、具体的に何をやっていいのかわからない。数字、時系列は入りません。納期も入りません。大体の時間も入りません。指示を受けて分かんないところは確認するようにしましょう。で、二人目、タイプ B さんの場合は、オブラートに包んで、人を傷つけないように、まあ、一番に来るので、オブラートに包みすぎて、遠回しに言いすぎて、結局この人何が言いたいか分からない。結論を一番後の方に持ってきたり、もしくは結論がない場合もあるんで、この話何だったんですかねみたいな感じになっちゃったりとかするんですよ。タイプ B が上司だったりとかする場合は、まとめさせていただいて、こういうことでよかったですかみたいな確認を入れるようにしてみましょう。そしてタイプ C。タイプ C は、白黒はっきり。で、ズバーンとストレートに言ってきます。すごく地頭がいいので、話が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ってなった段階で、口に出すのは10のところだけなんですね。なんとかさん、これやっとくべきですかね。そうだよ。イエスかノーか、それだけです。なぜこれをやらなきゃいけなくって、なんとかさんが今こういう状態だったらこの順番でやってねとか聞けば言うけど、聞かれないことは言いません。合理的で時間の無駄が大嫌いなんで、無駄な喋りも少なくなってきます。だからちょっと厳しく聞こえる場合があるけども、そういうつもりはないので、分かんないことは聞いていくといいと思います。ちなみにこの人は聞いてくる、部下はやる気があるんだなと思って、いっぱい教えてくれるんでいいと思います。そしてタイプ D さんの教え方の特徴は、一回で全部教えたいっていうのがあるので、詰め込みで教えてこようとします。一回の情報量が大量にあってしまって、こっちが整理つかなくなってくるんで、ダムが決壊したかのように喋り続けるんですよ。時間切った方がいいです。まあ、何分後にこれやるんで、それまでの時間を使ってここまで教えてもらいたいんですけどっていう時間を守ってくれるスイッチが入っちゃうと話が止まらなくなってしまうところがあるので、気をつけましょう。すごいのが、知識レベルめちゃめちゃ高いので、普段ネットとかで載ってない情報まで教えてくれたりするんで、そこはかなりリスペクトできると思います。ということで、今回こんな風に4つのパターンでお伝えしてみました。で、どういうふうにね、これを活用したらいいのっていうと、自分が先生だった場合、生徒に対して自分の癖出てないかなってことを気をつけましょう。それから、上司を持っている場合だとしたら、この人の言い方って、この人なりの愛情なんだなって思って聞いてあげる。癖特徴があるなっていうのを理解した上で聞いていく。そこら辺を気をつけてコミュニケーションを取っていってみてください。ということで、今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。See you! バイバーイ!